振袖は未婚女性が着用する最も格式高い着物です。成人式、結婚式などの晴れの舞台に着用されます。黒留袖は既婚女性の着用する中では最も格式の高い着物です。結婚式に着用されます。色留め袖は未婚者でも着用できます。結婚式に着用されます。白無垢と色打ち掛けは花嫁衣装です。素敵な着物ですが格式は高いので普段着ではないです。これから普段着を一緒に見ましょう。色留め袖は下半身に模様ありますが普段着は着物全体に同じ模様です。普段着は家紋を入れなくて丈夫な素材で作られました。色留め袖はフォーマルで普段着はラフです。訪問着と色無地は正装と普段着の間に位置するとされました。家紋付ける場合もあります。着物は入っている紋の数が多いほど格式が高くなり着る人の立場も違ってきます。では着物と浴衣の違いは何でしょうか。浴衣は最もラフな普段着で素肌に直接着ます。夏の行事の際に着用されます。浴衣では長襦袢、帯留め、帯揚げ、帯締め、足袋などは使わないです。